リンクスタート。パパの後ろについてきていたので、てっきり一緒に帰ってきたのかと。おかしいですね。ちょっと外を見てきます。気のせいだったみたいです。ごめんなさい。何度かメッセージはやり取りしましたけど、前の層を解放した頃が最後ですね。聞きたいんだけど、最近ストレアさんと会ってる？ここのところ見かけなくなっちゃって。そうなんだ。いたらいたで騒がしい人だけど、急にいなくなるとちょっとね。無事でいるならいいんだけど。けどって、何か含みがあるみたいだけど、心当たりでもあるの？何か知ってることがあるなら、教えてください。私たちにできることがあるなら、やっておきたいですし。なんていうか、またみんなで一緒に、楽しく騒ぎたいじゃないですか。それってどんな？それって、どういう意味なのかしら。私はそのうち何事もなかったみたいに帰ってくると思います。なるほど、経験値稼ぎの可能性もあるのか。私みたいにトレジャーハントでダンジョンにこもっているのかもしれないよ。まあ、ひょこっと戻ってくるって方が、あの人らしい感じはするわね。いつもみたいに、ただいまーって言って笑顔で帰ってくるよ。またみんなでお料理作ったりお話をしましょう。パーティーもいいわね。前に呼んだ時も喜んでたし。エギルの激辛ピザはちょっと避けたいけどね。ストレアに濃厚なキスを食らっちゃったしね。もうリズ！今日はこのぐらいにしてもう休んでおく？じゃあ、私は。どうぞ。ずいぶん早かったじゃん。なんであんたがここにいるのよ！
に男が侵入してきて落ち着けるわけないでしょ。まあそうね。とりあえず着替えてくるから、あんたは扉に顔くっつけてなさい。お待たせ。ええ、悔しいけどに火はないわ。ノックの相手が誰かも確認しないで部屋に入れちゃったわけだからね。アスナよ。今ちょっとアロマオイルを買いに行ってるの。アスナがね、アロマテラピーをしてくれるって話になって、アスナが買い物に行ってる間に私はシャワーを浴びて待っていたってわけ。悪いからやらなくていいって言ったんだけど、むしろアスナの方がすごいノリノリで。シナモン、ただいま。今度こそアスナね。どうぞ。買ってきたよ、面白そうなオイルをいろいろ。どうしたの？アスナが戻ってきたんだと思って間違ってこいつを中に入れちゃったの。そうなんだ、ごめんね。キリト君、今晩はシノノン貸し切りなの。あ、キリト君にも今度オイルマッサージしてあげようか。もちろんよ。確かに現実世界と違って、コリをほぐすとか血行を良くするみたいなことはないけど、心のケア、ストレス解消にはちゃんと効果があるんだから。シノノンはこの世界に来たばかりだし、慣れない環境や見ず知らずの人たちの中で生活するって大変なことなんだから。こういう形でメンタル面でもちゃんとケアしてあげないとね。アスナ、ありがとう。いろいろ面倒見てもらって本当に助かってる。気にしない気にしない、困った時はお互い様だからね。じゃあマッサージしよっか。シャワーを浴びたんだよね。それじゃあキリト君、シノノンには席を外してもらえるかな。キリトにはさっき裸見られたんだけどね。え？キリトくん？どういうことかな？ってことは、シノノンの裸は本当に見たんだ。見えなかったって、見たかったのかな？見られたのは本当じゃない。不思議ね。マッサージ前からストレスが解消されていく感じがするわ。キリト君、話を詳しく聞かせてもらえるかな。
パだけじゃなくてママも一緒に寝たいんです。3人で一緒に寝るの？はい、川の字で寝たいんです。親子水入らずでいいんじゃない？私も3人で寝たいな。やったー、それじゃあ決定です。川の字、川の字。それじゃあ寝る前にお風呂に入ってきちゃうね。私とゆいちゃんお風呂がまだなの。ううん、さっと入ってきちゃうからここにいて。私のうちにはそういう家族って感じがあんまりなかったから。あ、別に仲が悪いとかそういったことではないからね。でもこういう賑やかな雰囲気ってなんだか新鮮で嬉しい。理想の家族に出会えたって感じ。ん？パパ、ママ、何の話をしてるんですか？ごめんね、ゆいちゃん。パパもママも、ゆいちゃんのパパとママでいるのが、とっても幸せって話してたの。本当ですか？私も、パパとママが、パパとママでとっても幸せです。パパ、ママ、大好きです。うん、私もだよ、ゆいちゃん。
ちゃったね。かわいい寝顔、天使みたい。キリト君にも似てるよ、口元のあたりとか。なんちゃって。ゆいちゃんとキリト君と家族になれて、私幸せだよ。足りないもの？それはそうかも。私たちって出会ってからそれほど経ってないんだよね。出かけられない？ゆいちゃんも一緒に。内緒。ついてからのお楽しみってことじゃダメかな。さあ、なんでしょう。私も一緒でいいんですか？もちろんだよ。三人でお出かけしようね。そうだね。どうしたんですか、ママ。なんだか少し顔が赤いみたいです。大丈夫、何でもないよ。気にしない気にしない。ごめんね、ゆいちゃん、もうちょっとだから。私はパパとママが一緒なら、どこまでだってついていきますから。ついたよ、キリト君、ユイちゃん。何もないことはありませんよ、パパ。花壇があるし、街灯だって設置されています。はい、それじゃあキリト君は、私の隣に座って。ユイちゃんはここね。はい、ママ。うん、ありがとう。それでは、本日のメインの登場です。大きな紙包みと小さな瓶？何が入っているんですか？美味しいものですか？とっても美味しいものだよ。ちょっと待ってね、用意をするから。ああ、ワクワクします。はい、キリト君どうぞ。こっちの小さいのはユイちゃん用ね。ありがとうございます、ママ。いただきます。から食べてみて。よかった。
味でしょ。ここまで調整するのにいろんな素材を使って何度も試したんだから。気に入ってくれたならよかった。これはね、私とキリト君の思い出の味なんだよ。パパとママの思い出。うん、キリト君が私に黒パンとクリームを分けてくれたのもこんな場所だったでしょ。あの日、あの場所でキリト君に教えてもらったパンの味をユイちゃんにも味わってほしかったんだよ。なるほど。黒パンにクリームをのせることで食感や味が違った感じで楽しめるんですね。美味しいです。ありがとう。やっとそっくりな味が作れたから、あの日を再現してみたくってね。ユイちゃんもいるし、三人で食べたいなーって思ったんだ。キリト君と初めて出会った頃のパンの味ってところかな。このパンは私にこの世界で生きる気力を与えてくれたから。違うわよ、そういう意味じゃなくって。これがパパとママの思い出の味というものですね。ね、まだクリームが残ってるの。もう一つ食べる？はい、どうぞ。パパ、私も食べたいです。そんなに急いで食べなくても。も子供みたいに。え、今手じゃなくて口で。ああ、ずるいですパパ。私もママのクリーム食べます。してキスできてとても幸せです。また今日の美味しい黒パン作ってくれますか？うん、もちろんだよ。また3人で一緒に食べようね。はい、私も一緒に食べたいです。ありきたりな言い方だけど、私キリトと家族3人でいると本当キリト君とユイちゃんがいるから、私は生きている実感があるし、二人がいるから楽しく毎日が送れるのかなって。私もパパとママのお手伝いをします。ぎゅー。あ、じゃあ私もみんなでぎゅーですね。はい、また明日お願いしますね。Thank you.
きからキュルキュル泣いてどうしたの？ごめんね。ううん、別に行こうと思ったんだけど。ああ、うん、いいよ。すぐ着替えて追いかけるから先に行ってて。え、着替えるの待ってるよ。うん、なんでもないよ。怪しい。なんか隠してたりする？隠してるって、何を？例えば、実はすごい美味しい食べ物をベッドに隠してるとか。そんなのないって。へい、蘇生操作だめ。あ、何そこ。お尻です。お尻？違う、なんでもないの。それよりも、すぐに追いかけるから先に行ってて、ね。うん、わかった。ちょっとふざけすぎちゃったかな。ごめん。ううん、気にしないで、大丈夫だから。うん、それじゃあ先に行ってるね。ごめんなさい。無理やりベッドに押し込んじゃって。でも、ちょっと罪悪感です。嘘をついちゃいましたから。心配してくれたんですか？ありがとうございます。え、私ちゃんと閉めておいたはずですけど。そうですね。そんなの困ります。部屋の鍵がかからない不具合ってちょっと致命的すぎます。もしそうだとしたら、ピナに門番でもしてもらわないと。の声に反応して鍵を開けちゃったっていうことですか？あ
知ってる人の声が聞こえても勝手に扉を開けちゃダメ、特にお風呂の時は。でもこれでキリトさんとの距離がちょっと縮まった気もするから少しはお手柄かな。お疲れ様、おんちゃん。おする。じゃあまた明日ね。おやすみなさい。浴びてたらどこからともなく男の人の声が聞こえてくるの。ボソ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 って何度も何度も繰り返して、それで私怖くなっちゃって。お兄ちゃん、どこかに変質者が隠れてたりするかもしれないから。これってメッセージ録音クリスタル？そうだ、昨日クラインにもらったんだった。私が朝起きるの大変だって愚痴ったら、これを使えって。おはよう、リーファッチ。俺が作った特製目覚ましアラームですがすがしく起きれたか？ああ、あれは…そうかそうか、
役に立ったなら何より何よりって捨てただ。ひでえよ、リーファッチが朝に俺が丹精込めて作ってやったのに。おいキリト、いくら妹が可愛いからって他の男からの贈り物を問答無用で捨てることはねえだろう。なんだよ大騒ぎって。たかが目覚ましで何が起きるってんだよ。ねえ、録音クリスタルに一体なんて吹き込んでたわけ？そりゃ朝を気持ちよく迎える定番愛のメッセージだよ。リファちゃん、クラインお兄ちゃんがお越しに来たよ。目覚めのキスだ、チュ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 。それは。捨てて当然ね。それにクラインさんがお兄ちゃんっていうのはちょっと。最悪の目覚めね。おい、ちょっとお茶目な冗談だろ。寄ってたかってそこまで言わなくても。あの、今度は空の録音クリスタルだけもらえれば音声は他の人にお願いするから。とほほほ、あんまりだぜ。今日は収穫だったわね。まさかあんなレア素材がポロッと出るなんて思わなかったわ。もちろん最高の武器に仕上げてみせる。あ、そうだ、この後一緒に晩ご飯でもどう？私がおごるからさ。まあね、レア素材入手記念よ。それとも男としては女の子に怒られるなんてプライドが許さない。それじゃあ決定ね。あのさ、シャワー浴びてきてもいい？ちょっとさっぱりしたいし、その、キリトと食事に行くとなると。ああ、いいっていいって、すぐ済むから、ここで待ってて。野放しにしたらどっか行きそうなんだもん。そう思ってても誰かがあんたを誘いに来るかもしれないでしょうが。なんでもないわよ。いいから、ここで待ってなさい。よろしい。それじゃ、行ってくるわね。そうそう。言っておくけど、お風呂覗いたら、うちのカジロに頭から突っ込むから。
ごめんね、なんか騒いじゃって。でいろんなアイテムを入手したから、もうストレージの中がごっちゃごちゃ。これは保存用、これは後で売却して。あーもう何が何だかわからなくなってきちゃった。こんなにごちゃごちゃしてると間違えて大事なものとか捨てちゃいそう。そうそう、いらないアイテムと一緒に捨てず。無事でよかった。それじゃあいいオチもついたところで、早速ご飯食べに行こっか。キリトのおごりで。あら、裏若い乙女のあられもない姿を見たんだから、そのくらい当然でしょ。私のことドキドキさせた罰よ。冗談だって、そんなお葬式帰りみたいな顔しないでよ。